こんにちは。ここは東京メトロ有楽町線の新木場駅でございます。今回はですね、有楽町線系統を走るレア車に乗っていきたいと思います。今はですね、有楽町線のレア車といえばどのようなものが思い浮かぶでしょうか。有楽町線系統で走る車両はメトロ1万系、メトロ1万7000系、西武6000系、西武4万系、東武5万70系、そして東武9000系、9050系が走っております。その中でですね、今回は9050系を皆さんにご紹介していきたいと思います。この9050系、ね、ただものじゃありません。有楽町線系と、そして副都心線系と、で、2本しか存在しないよってことで、とてもレアです。しかも、9000系と違って、VVVF インバータ制御を搭載しているということで、ちょっと新しめなんですけど、たった2本しかね、いないということで、皆さんにご紹介していきたいと思います。ということで、よろしくお願いいたします。9050系のトップナンバーでございます。こんな感じで、こんな感じで、はい、行こう、はい、行きます。じゃあ入ります。9050系ね、こんな感じです。3色の一段の表示器って感じです。そうだよ、昔のトープって感じです。それ式は古いということもあるんでしょうかね。ちょっと汚れが目立つという感じとなっております。座席のね、ベースっていうのが5万系の席です。5万、あ、発車しちゃった、やば。東急の編成6年生で、2008年改造ですね、日立のところで、すごい狭いです。せっかくなんでね、もう走っていきましょう。
ということで月島で下車いたしました。9050系2本しかいないんで、有楽町線系統でも副都心線系統でも東武線系統でもめちゃくちゃレアでございます。ぜひ皆さんもね、当てて乗ってみてください。ということで、まあこんな感じで動画ありますので、高評価とチャンネル登録ぜひお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございました。